こんにちは、日本語の森の川間美里です。よろしくお願いします。はい、今回は言葉の20回目やっていきたいと思います。まずこちら、これは農業っていうふうに読みます。農業って何かっていうと、土を使って何かを作ることを農業って言います。例えばお米とか小麦粉とか野菜、それを作ることを農業って言います。で、続いてこちら、日光っていうふうに読みます。日光って何かっていうと、太陽の光のことを日光っていうふうに言います。で、続いてこちら、エネルギー。エネルギーっていうのは力っていう意味です。力で、例文全体的に見てみると、農業には日光のエネルギーが必要だ。そうですよね。野菜とか米とか小麦粉を作るには太陽の光の力が必要ですよね。そういう文章です。で、続いてその下、こちら、巡ってってあるんですけど、これ基本形は巡るです。どういう意味かっていうと、関してっていう意味になります。で、続いてこちら、これは争うっていうふうに読みます。争うっていうのは喧嘩するっていう意味です。で、例文全体的に見てみると、財産をめぐって争う。財産っていうのは、ある人が所有している、ある人が持っているお金とか土地のことを財産って言いますよね。それに関して喧嘩するっていう意味なんですよ。例えば、まあ、ある人がお金持ってるんですけど、いや、そのお金は俺のだとか、そのお金は私のだっていうふうに喧嘩する。そういう例文を財産めぐって争うっていうふうに言うことができます。で、その下、こちら、平均っていうふうに読みます。平均。平均って何かっていうと、並べた時に真ん中にあるものを平均っていうふうに言います。そうですね、例えばどうしようかな、0歳の赤ちゃんから10歳の子供までいた時に、その子たちの平均の年、平均の年齢は真ん中5歳ですよね。そういう感じで使います。で、続いてこちら、こちらは寿命っていうふうに言います。寿命って何かっていうと、死ぬ時の年齢、死ぬ時の年のことを寿命っていうふうに言います。はい。で、続いてこちら、これは伸びるっていうふうに読みます。伸びる。伸びるって何かっていうと、プラスになるっていうことなんですよ。伸びる。例えば、身長が伸びる。今まで、そうですね、小学生の時は私、158センチだったんですけど、今162センチあるんですよ。身長が伸びた、4センチ伸びたっていうふうに使います。それとか、成績が伸びた。前のテストでは80点だったのに、今回のテストは100点だった。成績が伸びたっていうふうに使います。で、ここでの例文見てみると、世界の平均寿命が伸びる。世界で死ぬ時の年齢って皆さんバラバラですよね。70歳で死ぬ人もいるし、90歳で死ぬ人もいる。なんですけど、それを並べて真ん中の平均の死ぬ時の年齢が伸びるっていうのは、今まで平均の死ぬ時の年齢が83歳だったんですけど、86歳になった。そしたら平均寿命が伸びたっていうふうに言うことができます。はい、以上が言葉の20回目でした。ありがとうございました。